バターガールズのゆなです。みやです。今日は、とあるところに来てて、母がタイに遊びに来てるんですけど、日本からどうしてもここに行きたいということで、あるところにやっときました。まあ、ピンクといえば、今までやったら私はうどんタニにしか行ったことなかったんですけど、ピンクのガネーシャですね、初めてやってきましたので、サチュンサオ県、バンコクの隣の県になるんですけど、タクシーではるばるやってきましたので、その様子ですね、少しお見せしていければと思います。なんでドラえもんって話なんですけどなんかいっぱいいてるんで、カオスな様子もお見せしていければと思いますので、それでは、ピンクのガネーシャ、すごい音楽とか入りそうやけど、すごい迫力ですね。タイの祝日やから、まあまあ人いてるけど、ちょっとぐるっと見ていこうかなと思いますので、バイバイ。めっちゃ髪の毛とか襟足だけ手書きやねんけど、なんか何言わはる、ボコボコしてなくて、ただの手書きやねんけど。ヨシさんの動画で前言っとった、ネズミの片耳塞いで願い事を言うみたいな、やります。でも片耳塞がんならね、さっきのお姉さん反対側塞げてなかった。かわいい、めっちゃ祈ってる。祈れた？ネズミちゃん行ってきた。私も日本語やで。いや大丈夫、神様は分かってくれる。ほんま、英語とかない、うん、ないない。30歳の誕生日に生まれた曜日の色のネズミです。私水曜日生まれで、水曜日は午前の人が緑で、午後の人が黒って決まってて。あ、そっか、水曜日なんか時間で分かれてんねや。午前の人緑、すごい色やで。顔色悪いかね絶対病気やと思うぐらいあかん、そんな人あかん。私は青紫やったんで、なんかこれ青かなと思ったら、もっと青いの向こうにおったから、これは多分紫のネズミです。紫、これちょっと何曜日やったか忘れたんやけど、土曜日か、はい。ちょっと一緒に写真だけ、ちょっと一応お金入れるとこあるねんけど、ほんまや、入れとかなあかん。入れとこう。ガチャガチャがあるからやってみる。なんか日本のおみくじっぽいな。なんかヨッシーの卵みたいな。ペロンって感じ。開きますか。何これ、だからな、え、なんか粉々やねんけど、これは何ですか、何やろ、これ何ですか、どこに何すんやろ。